じゃあじゃあこんにちは。男子の選手も女子の選手も混ざってやってます。牙をやると点取れます。おお、この間の試合点決めてましたね。はい、インタビュー、インタビュー。中央、川峰が競ったところ、これは増田が切り返して、おっと小林がヘディング、ゴール。いや素晴らしい。点決めてどんな気持ちでしたか？嬉しかったです。そう、この点だったので。これ芝効果ってことでいいですか？じゃあ、もうその説立証だと言われてたからね、芝来た時に点取れるよってことで。今週も点取るために芝生。なるほどね、点取るためにね。そうです、点取るために。なるほどね、バイトとかじゃなくて。はい、ありますね。じゃあ岡も点が取れると。当たり前じゃないですか。女子のためにもちゃんとこう土を運んでね。そうです。これが得点につながる。なるほどね。まずこれに土を引くの。そうです、まずこれに土を引く。ここで芝生をね、はい、ちぎって、はい、こんな感じです。でこれを一シートやると、と、うん、150円と。でも時給とかじゃなくても自分次第ということですね。です、頑張った分だけもらえる。なるほどね。パスは来ないんだ今日は。はい、頑張って。手伝ってください。今日何回やりました？55個。イエー、運ぶまでが仕事と。本当に疲れた。手伝ってください。いいよ。本当に？うん。本当に？嬉しそう。ダメだ。お願いします。はーい。スタッフにあげる。挨拶いらない。関さんいつも頑張ってくれてるけど挨拶いらない。挨拶いらない。いらない。そうしました。いただきます。でもよかった、アイスが溶けそうで心配だったの。なるほどね、最高。はい、ありがとうございます。そう、やっぱりいつもキャラ違うわね。 YouTube 用じゃん。僕が一番持っていたいらしい。自己評価13番岡崎です。何杯ですか？今年23です。いいよ。いや美味しかったわ、アイス。ありがとう。あ、たくさん、ごめん、ちなみになんです。あ、いいよ、ごめん、いつも熱いです。あ、はい。たまんじゃん。しっかり、あれ、突っ込ませていただきます。お話し中すいません、食べますか？え、ここ通って大丈夫ですか？すいません、お邪魔してます。サボらせてもらえるといいよ。いや全然ここ来たらサボって大丈夫。本当にもうこれ待つしかないから。いただきます。どうぞ。ちょっと YouTube 撮ってます。この間も撮ってた。あ、本当ですか？
取ってどうすんのこれ。滝沢家っていう YouTube に上げさせていただきます。これは 何のためにやってるんですか。日本全国に天然芝を増やすためにやってます。日本サッカー協会のグリーンプロジェクトっていうのがあって、はい、それの大人を作ってます。なるほど。毎年やってるんですか。毎年やってます。この時期すごい感情入ってる。これどのくらいやるんですか。あとあと1000個1000個。そんなに。トータルで2400ぐらい。大変ですね。周平さん頑張ってくれる。これが学校のグラウンドの芝生だったり、そうサッカー場の芝生だったり。そうですよね。の元に保育園生とかが植えるのがすごく見てると楽しいというか、良かったなって思う。確かにこういうことをやってくださる方がいるからやれるグラウンドがあるっていうことですよね。そういうことです。だけど芝をくれる人がいるからできることでもある。なるほど、深いですね。私のコメントがめっちゃ浅い。暑い。熱中症にはくれぐれも気をつけてください。ありがとう。いい、お邪魔しました。どう芝。楽しい。楽しい。うん、無心になれるからいいね。映りたいって。自己紹介してないじゃん。自己紹介しよう。30番ポンジェです。30背負ってんの。距離近。まあ、点取りやすね。今シーズンなんて今すか。うん、まあ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 去年取ってるしね。そうそう、去年なんてどこが点取りやねん。でも浅草行って、うん、浅草行って守り勝って誰がいいっす。神頼みです。最終手段使ってます。どうだったこの間の辰のシュート。いやー決めてほしかったね。ディフェンダー目線で言うと。ディフェンダー目線。決めてくれると助かるなっていう。そうですね。タツが外した時どんな感じのリアクションしてた。おっ、あータツ、あーやってんなぁ。うわぁマジでね、シューサーより気持ち入ってるね。ありがとうございます。バカシューと一緒に頑張って戦います。次行きます。誰いやでもマジ惜しかったよ。ありがとうございます。いつも応援ありがとうございます。ファンサポーターの皆さん、持ってるよ一応。シュウさんって本当にいい人なんですよ。いい人、はい、どこが優しくて YouTube 用やる。じゃあまたちょっと遊び来ます。はい、お邪魔しました。